ギアリー軍はアメリカ合衆国カンザス州の中央部東に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は34,362人であり、2000年の27,947人から23.0%増加した。軍庁所在地はジャンクションシティ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。軍名は カンザス州知事を務めたジョンギアリーにちなんで名付けられた。一軍のみでジャンクションシティ小都市圏を構成し、さらにポタワトミー軍、ライリー軍と共にマンハッタンジャンクションシティ広域都市圏を構成している。2010年の国勢調査では、これら3軍を合わせた人口は127,081人で、ある。1855年8月30日にカンザス準州議会によって、 最初に設定された33軍の一つである。当初はデイビス軍と名付けられていたが、その名前をもらったジェファーソン・デイビスがアメリカ連合国大統領に就任した後に解明された。かつてはアルコールを禁じる、すなわちドライの軍だったが、1986年にカンザス州憲法が修正され、住民は投票で個人がたしなむアルコール飲料の販売を承認した。ただし、 食料販売量の30%までという制限がついた。この制限は1990年の住民投票で撤廃された。アメリカ合衆国国政調査局によれば、軍域全面積は404.39平方マイルであり、このうち陸地は384.69平方マイル、水域は19.70平方マイルで、水域率は4.87%である。 人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。都市名の後の数字は2010年国勢調査での人口を示す。スモーギヒル川とギアリー郡内のレパブリカン川が合流する地点の北にライリー取出があり、その面積はライリー郡と合わせて10万656エーカーある。昼間人口は2万5000人であり、下記2つの国勢調査指定地域に入っている。 ニアリー軍は8の軍区に分けられている。ジャンクション式市は政治的に独立とはみなされ、下記軍区の数字からは外されている。下表で人口中心は最大都市であり、特に大きな数字でなければ軍区の人口に含まれるものである。ありがとうございます。